はい、今回は4月の11日阪神対広島戦を振り返っていきましょう。本編に移る前に一つお願いがございまして、このチャンネルは阪神タイガース情報を配信しているチャンネルです。阪神タイガースファンの方でチャンネル登録しない方がいらっしゃればぜひぜひ登録お願いいたします。ということで改めて振り返っていきたいんですけれども、阪神対広島戦ということで3回戦ですね。残念ながら負けましたということで1勝2敗ですね。で、まあ、このカードもちょっと負け越してしまいまして、借金が2に膨らむというような形になりました。なかなか投打が噛み合わないと、まあ、投手が抑えれば打線は、打てないですし、まあ、打線が打てば投手が打たれるというような感じで、ちょっと今年の阪神タイガース噛み合いが悪いかなというような内容となっておりまして、今日は1勝0敗で阪神が、敗戦するというような内容ですね。で、勝利投手は広島の島内投手で2勝1敗、敗戦投手はゲラ投手で0勝1敗1セーブ、セーブは栗林投手について3セーブと、ホームランはなしですね。まあこういう展開となってしまいました。まあ広島がですね、ヒット7安打で、まあ阪神4安打ということで、まあ今日に限って言うと、阪神打線フォアボールも取れずということで、まあなかなかチャンスらしいチャンス正直作らせてもらえなかったかなというような感じでしたが、まあ阪神もですね、西投手がですね、まあ非常にいいピッチング見せてくれまして、まあ去年とか、まあそれぐらいいろいろ見てきましたけれども、その中でもやっぱり一番西勇輝投手らしいピッチング見せてくれたんじゃないかなっていうような内容でですね、8回無失点ということで完璧な内容だったんですけれども、9回にゲラ投手が出てきて、まあ先頭打者をですね、まあ出したあたりからちょっと怪しい匂いがしていましたけれども、最後打たれてしまって1失点という形となっていますね。はい。まあゲーム展開としてはこういう感じですね。非常に、まあスムーズにというか、すごい速いスピードで終わっていったなというような感じでございます。はい。で、野手の方から順番に見ていきたいんですけれども、スタメンから一応確認していきましょう。1番センター近本選手、2番セカンド中野選手、3番レフトノイジー選手、4番ファースト大山選手、5番サード佐藤寺木選手、6番ライト森下選手、7番キャッチャー梅野選手、8番ショート木浪選手、9番ピッチャー西勇輝投手ということで、まあいつものメンバーですね。一面ですね。まあただ今日は、4安打ということで打線振るいませんでしたね。まあなかなかちょっとこう、で、近本選手が2安打してまして、まあ、中野選手、木浪選手にそれぞれ1本出るんですけれども、なかなか噛み合わないですよね。まあ、近本選手が塁に出れば、中野選手は、凡退しますし、近本選手が凡退すれば中野選手が打つというような感じで、まあ、この近本選手、中野選手の噛み合わせがですね、去年はすごく良くて、1、2番機能していましたけれども、まあ、今年なかなかそれが機能しない。率だけ見るとですね、まあ、近本選手も2割9分8厘、中野選手2割9分5厘ということで、まあ、比較的アベレージも高くですね、維持できているんですけれども、まあ、そこが得点に絡んでこないのは今の阪神の痛いところですよね。で、まあ、その原因としてはやっぱり4番5番ですね、大山選手、佐藤輝明選手、まあ、森下選手まで含めてですね、まあ、打率が全て1割台ということで非常に厳しい成績となっている。もうこれが全てなのかなというような感じはしますよね。まあ、木浪選手、近本選手のですね、コンビで点数を取るっていうパターンももちろんオプションとしてはあると思うんですけれども、やっぱり3、4、5、まあ、このあたりの中軸はしっかり打たないと、まあ、点数にはなかなかつながらないというのが、今日の試合でもよくわかりましたし、感じたところでもありますよね。で、やっぱり大山選手がですね、ちょっと厳しいです。めちゃくちゃ厳しい状況になっておりまして、まあ、今年ですね、まだ11試合、12試合目ですけれども、三振率が 36.4% ということで、まあ、かなりのペースで三振してしまっていると、今日も2つ三振ありましたけれども、まあ、去年なんかで言うとですね、三振率は 19.2% ということで、まあ、そんなに高い方ではなかったですし、フォアボールも 15.8% ということで、まあ、で、去年ご存知の通り最多出塁率っていうようなところを獲得したんですけれども、フォアボール率も 9.1% 落ち込んでしまっているということで、まあ、なかなかちょっとこう、大山選手の復活ですよね。まあ、やっぱり三振率下げて、
フォアボール上げていくっていう作業をですね、こう進めていかないと、まあ去年の阪神打線のようにこうつながりがですね、こう見えてこないというか、まあ佐藤輝明選手が比較的ムラがある選手になるので、まあ大山選手が割と安定した成績ですね、まああんまり暴れずに、コンスタントに塁に出るというようなところでもですね、阪神タイガース得点パターンがあったかなというふうに思うんですけれども、まあそれが完全に死んでしまっているような今状態ですよね。まあというところもあって、まあ非常に阪神打線厳しいですね。まあ今年に関して言うと、ね、森下選手が結構ホームラン出てたりとか、長打は出ているんですけれども、まあ長打が出ているだけに、余計に気になるのは打線のつながりの悪さですよね。まあそういうところがですね、まあなかなか4月勝ちきれていない原因になっているかなというふうに思うんですけれども、まあ、それをやっぱり象徴しているのは大山選手なんじゃないかなというふうに思います。で、まあ、ここに関して言うとですね、大山選手すべてにというようなところではないと思うんですけれども、やっぱりこう、チームとしての編成的な問題もですね、多少感じるところもあって、やっぱりこれだけ大山選手、佐藤輝明選手がですね、打てない現状、じゃあ誰か代わりっていうところで考えていくと、まあ、やっぱりほぼいないと。で、まあ、ここに関して言うと、ドラフトでもやっぱり、手当てしなかったところですよね。まあ、大山選手、佐藤輝明選手がいるから大丈夫ということで、まあ、過信なのかなというふうに思いますけれども、まあ、そういうふうにしてきて、まあ、ここ1、2年、まあ、何も、手当てがなかったと。外国人選手も取らなかったっていうところがですね、ちょっと響いてきているかなっていうのは正直思います。まあ、現状じゃあ誰か代わりいるのかと言われれば、大山選手の代わりはおそらく、小野寺選手でしょうし、まあ、佐藤輝明選手の代わりってなると、糸原選手とかが出てくるのかなと思いますけれど、まあ、この両面にですね、がスタメンに入った時に4番、5番を当然任せられるような状況ではないと思いますし、じゃあ誰か代わりがいるのかと言われれば、正直、本当にまあ、いないような状況となってしまっていて、まあやっぱりスタメンの中でですね、大山選手、佐藤輝明選手の名前を入れざるを得ないような状況となっているということでですね、まあ去年もかなり4月5月は打線苦しんで1割バッター、かなりいたはずなんですよね。なのでまあ今年この状況だからといってもうやっぱり連覇難しいよねっていうことは全然ないと思っています。私は夏勝負かなというふうに思っているんですけれども、まあ、やっぱり今本当にどん底でつながりの悪さ、打線のつながりの悪さが目につく、でなおかつ先発投手もですねちょっと粘りきれていないというところもあったので、そこに関してはですねやっぱりもう少し2軍の選手うまく使いながらっていう風になっちゃうのかなという風に思います。まあ、今日は打線の方はですねこういった形で、まあ、非常に厳しい内容になりましたし、まあ、ちょっとこれからまだ調子の反転というか、そういうところがですね、まだまだ見られないような状況なのかなというところなので、まあ、去年やっぱりね、こう小畑選手ショートからですね木浪選手に変えて打線の勢いに乗ってきたみたいな、何かしらのやっぱりカンフル剤が欲しいですよね。でそれが前川選手がですね、まあ、そういう機能なんかも持たせてくれるんじゃないかなというふうにも思うんですけれども、なかなかこう難しいかなという感じですよね。はい、まあノイジー選手もそんなにめちゃくちゃ悪いってわけでもないので、まあ変えづらいっていうところもあると思うんですけれども、まあ他に変える選手っていうのもなかなかいないですし、というところで、ちょっと打線の方が本当に深刻ですね。はい。まあちょっと取り留めのない話にはなってしまいましたけれども、まあ、そういう打線の内容になってしまっているという感じでございます。でピッチャーの方を順番に見ていきたいんですけれども、今日は西勇輝投手が投げまして、8回120球、打者29人に対して被安打5、三振6、フォアボール、デッドボール0、無失点、自責点0ということでですね、まあ、西勇輝投手、久しぶりにいいピッチング見せてくれましたよね。まあ、熱投でしたよね。まあ、120球投げて8回までしっかりと0で抑えて帰ってくると、最後8回投げ切った後の表情なんかがこう、自信に満ち溢れているというか、まあ、やりきった感っていうのはすごく出てましたよね。で西勇輝投手8回まで無失点で帰ってきたっていうのはですねいつぶりなのかなというようなぐらいですね、まあ、なかなかそういうシチュエーションってなかったんですけれど、まあ、去年非常に苦しみまして、まあ、西勇輝投手もちょっとこう受け込んでくる年齢なのかというようにも言われなくもなかったかなというふうに思いますけれども、今年33歳になって、まあ、投球術にですね磨きが出てきたかなというふうには思います。まあ、非常に低めに投げ込んでいます
ましたし、で、まあ、ホームベースを広く使うという表現がぴったりだと思うんですけれども、スライダー、シュートをですねうまく使いながらチェンジアップでタイミングを外すということで、まあ、広島打線、まあ、もともとねこうそんなに元気な打線ではなかったですけれど、まあ、昨日、6失点してしまって、まあ、なんかね、こう勢いつくところをしっかりと、我慢して抑えられたんじゃないかなというふうに思います。西行投手らしさがですね全開だったピッチングだったと思うんですけれども、まあ、残念ながら打線の方がついてこなかったということで、まあ、今日はですね、まあ、ゲラ投手もですね、まあ、いずれ当然打たれることなので、まあ、今日打たれてしまったこと一つを取ってどうっていうわけではないですし、まあ、ちょっと近本選手の守備位置っていうところもですね、気になったところであって、もう少し、まあね、ランナーが二塁にいるっていうこともあって前進、まあ、割としてきたっていうところもあると思うんですけれども、ちょっと難しい、噛み合わないですよね本当にいろんなことが。まあ、定位置であれば取れた打球なんじゃないかなっていうふうにも思ったりしますし、まあ、この辺りが本当に今ちょっと阪神の采配であったりとか、まあ、噛み合わせですよね本当にが悪いなというのが率直なところだと思います。はい、まあ、昨日もですね石戸正史投手ちょっと厳しいピッチングで、いろいろデータも後で振り返ってですね見てみたいと思うんですけれども、まあ、この辺りも振り返っていくと、ちょっと今年あまりこうストレートがですね走ってないということも分かりまして、まあ、そのあたりもまとめていきたいなというふうに思います。はい、まあちょっと重苦しい展開になってしまいまして、まあ、ちょっとなかなかねこう広島勝ち越しっていうところはですねしてほしかったところではあるんですけど、残念ながら負け越しということで一緒に敗ですね。はい、まあ、まあまだまだね、こう4月11日なので、これから試合はどん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 進んでいきます。まあそんなに暗くなる話ではないと思いますけれども、明日からはですね、首位を走る中日ということで、まあ、去年まではちょっと考えられない展開になってますけれども、柳投手と青柳投手の先発予告が出ていますので、また投手戦になるんじゃないかなというふうに思いますが、しっかりと応援していきたいと思います。はい、ちょっと歯切れ悪い、展開になりましたし、動画になってしまいましたけれども、今日は以上としたいと思います。はい、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。